平さん。お薬です。はい。おい、ゆっぺ。はい。今日は気分がいいんだ。もう少しゆっくりしていこう。先生はどうかな？はい。最近、男爵様の体調も良いようね。先生のおかげです。まあ、お上手だこと。本当ですよ。先生には感謝してます。お薬の時間です。明日これを頼むよ。かしこまりました。男爵様、どうかされましたか？男爵様、男爵様、男爵様。さすが名探偵だよな。また新聞の一面明智先生か。それに引き換え、うちの名探偵は。猫を捕まえるのが探偵の仕事かね。玉尾くん、気が散るんだけどね。ガキはトンボ取りにも行ったらどうだろう。前の事件でせっかく新聞に載ったのに、ろくな仕事が来ないじゃないか。この間は浮気調査だし、その前は喧嘩の仲裁。おまけに迷い猫の捕獲なんて。気が散るって言ってるんだけど、だいたい明智先生は肝心の二重面相逃がしちゃったんだよ。僕に任せてくれればとっくに逮捕されてるさ。ごめんなさい。はーい、仕事の依頼かな。どうせご用聞きだよ。金田一先生はご在宅でしょうか。先生？ええ、有名な探偵の。有名？おい、ヘボ探偵、仕事の依頼だそうだ。ほら、だから僕はそう言って。どうぞどうぞ、入ってください。いや、ちょっと待って、2分待ってください。ゲットしてないで片付ける。あと、お茶とようかん。なんで私が。へぇー、上海でお勤めを。あ、通りでハイカラでいらっしゃる。先日帰国したばかりでして、先生のご活躍は向こうでも報じられましたから。僕のことが上海でも。本人は事件を解決した記憶がないんですけどね。え？何言ってんだ。さっさとトンボでも取りに行ってきなさい、ね、あんまり早く帰ってこないでね。はい、すいません。それで依頼というのは。あ、はい。2週間ほど前、私の父龍城清久男爵が毒を盛られた事件をご存知でしょうか。龍城男爵、確か新聞で。父は一命を取り留めましたが、未だに昏睡状態です。ありましたありました。でも記事によると犯人はもう逮捕されてると。私には信じられません。折口先生は20年以上も父の主治医をされてきた方です。このようなことをするはずがありません。それに実は父は倒れる直前に私宛に手紙を書いていました。そこには
大事なことを伝えたいから帰国してほしいとありました。きっと父は家の後継者について話したかったんじゃないかと思いまして。後継者、そういえば新聞にも借位や財産を誰が引き継ぐのかまだ未定だと書かれてますね。なるほど、つまりあなたは事件の裏にその後継者問題が絡んでると。それを調べてもらうために金田一さんのお力を貸していただきたいのです。お安いご用です。幸い時間は有り余ってますんで。これは、そんなのも近所のガキにやらせとけばいいんですよ。どうぞ。これ、まあ、粗末なお茶なんですけどね。それにしても二重面相は手強いですね。ああ、用意周到に逃走経路を調べ上げていたんだろうね。あと一歩で逮捕できたんだけど。また事件の話ですか。男の人って同じような話ばっかりして、よくもまあ懲りないもんですこと。探偵団の仲間に報告しなければならないです。あら、そう。はい、お手紙です。明智小五郎殿、来たる中秋の名月に注意されたい。聖徳山に伝わる金の如来像をいただきたくここに通告する。怪人二重面相。え、はあ、こちらも懲りないようで。今度こそ逃がさないぞ。帰りなさいませ。うちの使用人の一平です。あ、どうも。こちら金田一先生。お待ちしておりました。お嬢様からお噂は伺っております。ちょっと一平、先生の前だからってそんなに気取らなくていいわよ。え、一平とは幼馴染なんです。いつもは下の名前で呼ぶのに急にお嬢様だなんて呼ぶからおかしくて。はあ、そういうことでしたか。この橋を渡ると聖徳村です。何もないところで驚かれたでしょ。いや、逆にのんびりできると思うんですよ。捜査の方はちゃんともうかって。どうしました。知れんから、あの村から離れんようにな。特にあんた、分かってんな。何ですか、まるで人を容疑者みたいに。こっちは一睡もせずに協力したん、失敬だな。金田一さん、行きましょう。お屋敷ですね。お疲れになられたでしょ。すぐに部屋を用意させますんでお休みになってください。はい、どうも。
が自殺なんてありえません。きっと誰かが主人を妬んで殺したに決まってます。花よ、そんなこと言うもんじゃありません。奥さんの気持ちはお察ししますが、司法解剖をしてみないことには自殺とも他殺とも言えん状態でしてね。そちらが妹さんで？あ、はい、次女の幸男です。その隣が幸男の夫の夏彦さんです。あれ確かこちらは三姉妹じゃ？はい、それが昨日から。ただいま帰りました。三女の星子です。どこ行ってたの、こんな時に。東京です。東京？こちらにいる金田一さんに会うためです。金田一さんは東京で探偵をされています。探偵？なんで探偵がこんなところに？父の事件をもう一度捜査してもらうためです。まだそんなこと。あれはもう犯人が逮捕されて。私は信じられません。金田一さんはとても優秀な方です。昨夜のお兄様の事件も合わせて調べてもらったらどうですか？警察を見くびらんでいただきたいもんですな。あ、私は県警の日比野と申しますが、探偵ごときの手助けなど必要ありませんわ。ごときって何ですか？ごときって。ごめんください、お取り込み中すいません。ああ、あなたもしやかの名探偵明智先生じゃ？はい、実は龍城家が所有する金の如来像を狙った予告状が私のところに届きましてね。予告状？ええ、怪人二十面相からの。二十面相？犯行予定日は中秋の名月、つまり3日後です。そこでご家族と警察に捜査協力をお願いしたいんですが。ぜひとも協力させてください。いやー、天下の明智先生がいれば全ての事件は解決したようなもんですぞ。さっきと言ってること違うじゃないですか。あんたまだいたのかね。お久しぶりです、金田さん。え、こやつをご存知で？もちろんです。ねえ、金田一さん。この放送はメナード化粧品、ドコモ、P&G、トヨタ、エステー、サントリーの提供でお送りします。右手が明智先生で、左手が金田一先生のお部屋です。もう少し離れた部屋は？いいじゃないですか、すぐに情報共有もできますし。何か勘違いされているようですが、殺人事件の依頼を受けたのは僕なんです。明智先生と共有すべき情報など分かってますよ。口出しする気は毛頭ありません。まあ僕も二重面相のような単なる窃盗には興味ありませんので、そちらの方はお任せします。じゃあ。なんでよりによってあの人が。ダメだダメだ、寝てる場合じゃない。明智先生より早く動かないと。お父様。よく眠れました？ちょっと眠りすぎてしまって。皆さんちょうどお集まりなんで、事件の状況を伺っても。でも昨日も警察に話したし。私からもお願いします。寸吉と一平もお願い。金田一さん、こちら使用人頭の寸吉です。一平の父で
この家のことはこの親子に聞けば全て分かりますんで。けど状況といっても事件の日は男爵が退院してきたんで、一馬さんのことを気にしてる暇もなくて。男爵がこちらに戻られたのは何時頃で？3時頃だったと思います。夫の容体を心配していた村人たちが見舞いに来られて、家人は皆その対応に追われておりました。みんな帰って一息ついたのは8時過ぎだったかしら。ああ、気づいたら一馬さんもう姿がなかった。一馬さんを最後に目撃されたのは？私と寸吉です。夕方に古文書を読みたいと言い出して蔵にあると伝えました。そうよね？はい、私が蔵の鍵を開けましたんで。古文書はこちらです。悪いね、そろそろこの家の歴史を勉強しとかないと。それが最後ですか？死亡推定時刻は午後7時から9時の間ですから、村人が寝静まるにはまだ早い時間です。他殺にしては大胆すぎるし、やはり自殺の可能性が。動機は何ですか？はい、僕には自殺っていうのがどうも腑に落ちなくって。だって一馬さんはこの竜城家と養子縁組をしたばかりですよ。養子縁組？花屋さんは一馬さんの家にお嫁に行かれたんですよね。どうしてまた養子に？お母様どういうこと？おそらくこの家の正式な後継者になるためでは。さすがは明智先生。いやちょっと、家族制度では男爵になれるのはその家の男子だけです。しかし竜城家には娘さんしかいませんから、誰かのお婿さんを養子にする必要があったんでしょう。僕も今それ説明しようとしてたのに。本当は三女の星子のお相手をと考えておりました。ですがこの子は外国にいて帰国の目でも立っておりませんでした。夫はもう高齢ですし、もし万が一のことがあれば爵位を返上しなければなりません。それでようやく地位も財産も手に入るって時に自殺なんてするはずがない。なるほどな。じゃあ他殺かな。いや、もちろんちゃんと調べるまでは分かりませんよ。いただきます。なんだよ明智さん、口出すなって言ったの。ほらほら勝手に入っちゃいかん。ほらほら、なんだあんたか。あんた探偵だったんだってな。何度も言いましたよね。そんなことよりなんか手がかりは？めぼしいものは見当たらねえ。ただ踏み台やはしごもないし、自殺は考えにくいだろうな。やっぱり？でもまたなんであんなとこに釣り上げたんだろう。村の入り口だし、まるで見せしめだよ。けど大胆の割に目撃者がさっぱりだけどな。何ですかこの文様は？ああ、竜城家の家紋だよ。家紋がこんなとこにね。村中にあるよ。まるで殿様だろ。男爵ってそんな偉いんだ。失礼します。ここが宝物の間でございます。金の如来像はこの中にあると言われております。鍵はどこで保管しているんですか？それがこの部屋は当主だけが立ち入りを許されておりまして、鍵も男爵様が保管しているはずですが。意識不明というわけですか。これは聖徳金山の？ええ、この竜城家は江戸時代に金山を発掘したことで財を築きました。日本中から甲府が集まって今の村ができたと言われております。寸吉さんも昔は山に？はい、精錬所に勤めておりました。山が閉鎖になってからは村の人口も減る一方で寂しいもんです。どうですか男爵のご容体は？あまり芳しくありませんな。
メガネならカバンの脇に。あ、すいません、これがないと。どうも。私は退院しない方がいいと言ったんですがね。と言いますと？奥さんがどうしても自宅療養させたいとおっしゃるんで。結婚？ええ、お父様が危険な状態だし、あなたには婿養子を取ってもらうしかないわ。そんな、急には無理です。まだ上海での仕事が。こんな時に仕事も何もあるものですか。大体女が外国で働くなんて、私はずっと反対だったんです。でもだからって結婚だなんて。このままではただの平民になり下がるのよ。そんなことになったらこのお屋敷も財産も維持できなくなってしまう。それにあなたは口答えできるような身分じゃないでしょ。こんなこともあろうかと、ちゃんとあなたとの縁談をお話ししといた立派な方がいるんです。今日中にお連れするんで準備しときなさい。そんな。おお、こらこら、明智先生。ずいぶん念入りに捜査されてますね。ええ、蔵の床から一馬さんの血痕が見つかったんです。血痕？吐血したということですか？はい。ちょっと中を拝見しても？もちろんです。おい、どかんか、明智先生入られるぞ。さあ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 。このように争ったような形跡も見られます。ここに血痕があるということは、亡くなる直前までここで古文書を読んでいた一馬さんは、その前後に何者かに毒でも仕込まれていたんでしょうな。毒を？ええ、男爵が襲われた手口と似てますな。どうされました？床にこんなものが。何ですかこれは？何かの種ですかな。さくらんぼのようですね。さくらんぼ？そういえば昔ばあさんがよく言ってました。さくらんぼの種は食べるんじゃないって。確か微量ながら有害物質が含まれていると。ひょっとして犯人はこの種の毒を使って殺人を？いかがでしょうか、私の見立ては。確か15年ぐらい前ですかね、男爵は不良の事故に遭って全身打撲の重傷を負ったんですよ。それでうちの折口先生の定期検診を受けていたんです。でもその折口先生の処方した薬にヒ素が仕込まれていたと聞きました。ええ、とても信じられません。確かに先生は結核の治療にヒ素を使用することもありましたが。でも結核ならなぜ取り調べで黙秘を？そこが私もわからないんですよ。折口先生は我が県で最初に助医になった方です。当初は抵抗もあったでしょうが、魔剣祈祷技術で立派に成功されたんです。あ、お帰りなさい。ここ空いてますよ。そんな遠くに座らなくても。どうですか捜査は？ちょっと考え事してるんでほっといてもらえませんか？それは失礼しました。そういえば奥様は先ほどどこかへお出かけになりましたね。ええ、母もとうとう決心したようです。ついに結婚か、星子ちゃんも。結婚？お母さんも強引だよな、男爵の息のあるうちに無理やり結婚させようってんだ。それあの、星子さんは承諾してるんですか？内心は嫌に決まってますよ。ですよね。でも承諾するはずです。え？あの子は、実はあの子だけは
血がつながってないんです。生まれてすぐに両親を亡くして父が引き取ったんで、それでも娘同然に何不自由なく育てられてきました。こんな時にこそ恩を返さないでどうしますか。夏彦さんは後継者に名乗りを上げないんですか。ご冗談を。うちの会社は東京だし僕は長男ですからね。それにこの村をなんか好きになれなくて。村が転入者もいないような閉鎖的な村ですよ。気味悪いでしょ。あなた、聞いたんですね、結婚のこと。金田一さん、あの子たちが歌っているのは金山の甲府たちが歌っていた歌です。柳は折れぬ、月はせぬ。柳というのは柳条家のことで、何があっても柳条家の金は尽きることがないという意味です。私はこの村が好きでした。でも家柄とか古いしきたりに押しつぶされそうになって、それで外国に出たんです。理解してくれたのは父だけでした。その父があんな状態なのに、どうして結婚などできますか。お察しします。奥様のやり方は強引すぎです。呪われているんですよ、あの家は。え？呪われている？ここの当主がですか？ええ。自殺者も何人かいるし、先代を確か誘拐されて殺害されてますしね。今の男爵も、そして継承者だった一馬さんも命を狙われました。ああ怖い怖い。必ずよからぬことが起きるんですよ。ところで夏彦さん、私も料理に同行させてもらっても。もちろん、天下の明智先生となら喜んで。じゃあ不幸が続いているのは金の如来像のせいだと。私には分かりません。でも村の人たちはよくそんな話をします。金の如来像を狙った者たちが幾度となく竜城家の当主たちを襲ったんだって。父は昔の事故で大怪我を負ってからというもの、外出するのが怖くなり屋敷を出ようとしませんでした。でも事故はもう15年も前のことですよね。はい、病院での診察以外はずっと屋敷にこもりきりだったんです。そんなの馬鹿げていると思いませんか。もういっそのこと金の如来像なんて二重面相に盗まれてしまえばいいんです。さすがです、寮の腕前も一級品だ。運が良かっただけですよ。
行ってみますか。ええ。昔はここから金がザクザク取れたってんですから羨ましい限りですよ。ぶしつけなことを聞いても言える範囲なら。幸男さんとの馴れ初めは？そんなことですか、ただの見合いですよ。でもあなたは造船会社のご子息ですし、見合いの話は山ほどあったはずです。鋭いな。どうやら明智先生には嘘が通じないらしい。本音を言えばやっぱりあの家の財産は魅力的ですよ。全身が純金で作られた金の如来像なんで、二重瞑想じゃなくても一度は拝んでみたくなるでしょう。見てくださいこれ。うわ、うまそうな缶詰ですな。夏彦さんのお土産なんです。夏彦さんの？よかったらどうぞ。いいんですか？舶来品だし高価なんでしょうな。夏彦さんは口じゃ財産に興味がないようなこと言ってますけど、主人が養子縁組したらやたらにすり寄ってきて、ぜひ受け取ってくれって。腹ん中じゃ財産が欲しくて仕方がないんじゃないですか。まあこれだけの名家であられるし、当主にすり寄ろうという気持ちわからんでもありませんがね。私のようなしがない農家のせがれには縁のない話ですが。しかしさぞかしうまいんでしょうな。本当にいただいても？ええ、もちろんです。じゃあ遠慮なく選ばさせていただいて。さくらんぼ、さくらんぼ、これだ。はい、この缶詰に毒を仕込んだんだ。よし、わかった。この事件は夏彦さんによる、いやいやさ、夏彦による財産目当ての殺人です。凶器はこの毒入り缶詰です。ですが警部、事件の日夏彦さんはずっとこの家にいたことが目撃されています。どのように遺体を村外れまで？バカな、そんなものは当然今から考える。すいません。お前箱でも調べろ。はい。おい捨てた持つな。僕が着くぞ。ああ、これは噂以上にすげえや。こちらは当龍城家の当園にあたる菱川建設のご子息で卓蔵さんとおっしゃいます。星子の縁談を心よくお引き受けくださったのでお招きいたしました。ダメだよ星子さん、こんなの明らかに政略結婚じゃないか。ダメだよ、ダメダメ、絶対ダメ。ああ、確かにあまり感心しませんね。何ですか？すいません、ドアが開いていたもんで。私の部屋は卓蔵さんのお仲間が使うそうで、私たちは相部屋だそうです。へえ。男同士だしそんなことをしなくても。捜査機密が漏れるとまずいんだ。そのハト、あなたお父様からお手紙をもらったんでしょう？はい。なんて書いてあったの？ひょっとして宝物の間の鍵の在りかとか？そんな。
あなたはお父様から可愛がられてたんだし、何か重要なことが書いてあったんじゃないの？いえ、ただ家の将来のことで話があるって。後継者を誰にするか書いてあったの？それは。おはようございます。どうしました？おはよう。待てよ。皆さんにお話があります。話？ええ、結婚の前祝いに今夜ここで晩餐会でも開こうと思いましてね。みんなでダンスでもどうです？私は反対です。まだお兄様の桃開けないのに。ただ踊るだけだろ。僕も反対だな。見たところ星子ちゃんまだ結婚迷ってるようだし。悪いが、お宅に口出しする権利はないですよ。バカを言わないでくれ。僕は彼女の兄貴だぜ。ずいぶん威勢がいいけど、いや、ここに来る前に面白い噂を聞きましたよ。お宅の実家の造船所、火の車らしいじゃないですか。何？今東京じゃ金策に駆けずり回ってるんでしょ。そんな時にここにいるってことは、ついにこの家の財産にすがるしかなくなったってことですか。今頭を下げれば、うちの会社の傘下に入れてやってもいいですよ。貴様、失礼にも程があるぞ。あなた、ごめんなさい。お前もいつまでも口答えしてんなよ。この家の財産は全て俺が握ったんだ。あなたね、さっきから黙って聞いてれば。何を勝手なことばかり言ってるんですか。ちょっと金田一さん、半崎様、こんなヤクザまがいの脅しが許されるわけないでしょうが。人には心ってものがあるんですよ。それを無視して何言ってるんですか、あなたは。やめましょうよ、朝から。金田一さんも落ち着いて。金田一さん、すいませんでした、お騒がせして。あ、いえ、ありがとうございます。私がしっかりしないといけませんね。結婚はちゃんとお断りします。金田一さんを見て勇気が出ました。勇気が出たのはこの方ですよ。なんかやる気出ちゃったな。よっしゃ。金田一さん。はいはい。はい、何でしょう、僕に何か。お電話です。電話？もしもし。よ、メーターって。なんだよ、またかよ。またかとはなんだよ。お前の作った網な、一発で猫に壊されたからな。早く捕まえろって苦情が入ってんだよ。こっちはそれどころじゃないのよ。は？ついに結婚を機にその小汚い下宿を巣立つ日が来たのかもしれないのだよ、玉尾くん。また始まった。やめとけ金田一、女に色目なんか使ってから事件がワイヤになるんだ。何言っちゃってんの。見事大輪の花を咲かせてみせましょう。はい、じゃあ猫よろしく。はいはい。あ、あの色ぼけ。ここまでの放送はメナード化粧品、ドコモ、 P&G、 トヨタ、エステー、サントリーの提供でお送りしました。龍城家の財産、その莫大なんですか。なんでそんなことあんたに。あの、ご存知かなと思いまして。じゃあ、あの、次の男爵が誰になるのか皆さん気になりません？そりゃまあ気にならないったら嘘になるわな。でもよ、
こないだ亡くなったカズマさん見てんよ。村に住んでねえ一人に後取りだって言われてもな。ああそりゃそうだ、勤まりっこねえや。でもカズマさんは龍城家と養子縁組してました。この村で生きていこうとしてたんじゃないんですかね。バカな、あんたあの人の本性知らねえからだよ。本性、それどういうことですかそれ。すげえ銃があるじゃねえか。誰だよこれ。男爵様です。夏彦様も使われますが。面白そうじゃんか。気晴らしにぶっ放しに行こうぜ。いいね。ですが今弾を切らしておりまして。はあ、ふざけんなよ。村中探せば誰か持ってんだろ。探してこい。いえ、でも他にも仕事が。生意気に口応えしてんのねえぞ。使用人は黙って言われた通りにしてりゃいいんだよ。なんだよその目はよ。申し訳ありません。すいません、玉はすぐに探してこさせますんで。なんでついてくんだよ、しつこいよ。あんた生前の和馬さんについて知りたいんです。彼の本性知らないってのはどういうことなんですか。突然ここに来たんだよ、男爵様が倒れる前に。社長いるか。うちの工場が公害の原因になってんじゃないかって急に言い出して。公害？いいえ、製品の管理もしっかりやってますし、排水にも気を使ってます。何かの間違いじゃ。じゃあ今から立ち入り検査する。工員を全員表に出す。いや、そんな。俺らは外に出されて抜き打ち検査だよ。けど問題なんて一つも見つからなかったんだよ。養子縁組したもんだから投資家で吹かしてえばりたかっただけなんだよ。なるほど。この工場は殺素剤作ってるんですね。ああ。聖徳山は金も取れたけど秘石も多く出たから。秘石？ヒ素を踏んだ鉱石だ。ヒ素。神様、仏様、天神様、どうか一日も早く犯人が捕まりますように。そして星子さんの結婚が破談になりますように。破談はちょっと悪意があるな。どうか星子さんの結婚がご破産になりますように。ご破産もあんまり変わんないな。それにしても殺風景な神社ですね。掃除も行き届いてないですし、奉納機も汚れたままです。確かに。せっかくのお願い事もご利益がなさそうだ。失礼します。そうだ、推理ゲームしませんか。推理ゲーム。あの歌の意味が分かりますか。風は吹けども柳は折れぬ。あ、龍城家のことじゃ。そんな簡単。じゃあ月が死ぬっていう歌詞の。もちろん金座のことでしょう。じゃあ僕の好物は。好物。そりゃまた難問だ。わかりませんよね。ようか。なんでそれ。昨夜部屋に入った時に小豆の匂いがしましたからね。長旅に持参するとすれば羊羹くらいしかない。あ、ところで金田一さん、
どうやら拓蔵さんは本気で晩餐会を開くらしいですよ。そうですか。勝手にやらせておけばいいんじゃないですか。捜査のためには出席した方がいいですよ。分かってますよ。一応顔は出します。じゃあ僕はここで。あ、ちょっと待ってください。何ですか。その格好でダンスはまずいでしょう。ダンス。すいません、遅くなりました。お願い、お母様のメンツもあるし、少しだけでも顔を出して。知るかよ。お前が一人で行け。でも会社が危ないのは本当のことでしょ。拓蔵さんに頭を下げて何とかなるならあなたの。そんなことできるわけねえだろ。もう終わりだよ。あんなチンピラが当主になったら財産全部持っていかれて終わりだよ。もういいわ。悪いが、お宅に口出しする権利はないですよ。お宅の実家の造船所、火の車らしいじゃないですか。今東京じゃ金策に駆けずり回ってるんでしょ。ふざけやがって。金が、金さえあれば。さすがだな。踊りも上海仕込みか。今度は俺と。疲れたので失礼します。前から気になっていたんですが、いろんな場所に家紋がありますよね。何か意味が。いいえ、別段意味は。その間の鍵はどこだ。知りません。嘘をつけ。本気なんだと。姉たちは勘違いしているんです。私はただ。いいから早く如来像を出せよ。金が、金が必要なんだよ。どうかされましたか。助けて。本当だ。来るな。警察を。暴発したようですね。暴発？何をしたの？あなた、あの人に何をしたのよ！私は何もしてない！そんなはずないでしょ！
ここからの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。猟銃の銃身には鉛が埋め込まれておりました。鉛が？どうして鉛だと？ひょっとしてもう一丁の銃にも？ええ、残されていた銃にも鉛が仕込まれていました。じゃあ誰かが夫が銃を使うことを見越して。待てや、俺は明日寮に行く予定だったんだぞ。俺が狙われてたってことなのか？その可能性は否定できんでしょうな。おい、お前、お前は知ってただろ。あ、そんな、私はそんなことは。待ってくださいよ。一平君があなたのために弾を調達しようとしていたことはこの家にいたものなら皆知っています。それと先ほどようやく一馬さんの解剖結果が出ましたが、体内から検出された毒物はヒ素と判明しました。ヒ素？男爵の薬にもヒ素が混入されてました。これ同一犯の可能性もありますね。だったら折口先生は無罪ということじゃ。奥様、奥様。どうしたの？男爵様が意識を戻されました。あなた。あなた。あなたにお知らせすることがあります。ここにいる朴三さんを星子の婿養子に迎えることにしました。宝物の間の鍵を渡してやってください。お願いします。ダメよ。何？お父様お願い、爵位も財宝も全て放棄するとおっしゃって。何を言うの？あなた、お父様は手紙に重大な決意をしたって書いていましたよね。本当はもう争いをやめて全てを放棄するおつもりだったんじゃないですか？そうなんでしょう。そんなつまらないものにこだわってるからこの家には不幸が続いてるの。それはお父様が一番分かっていたはずよ。お前が決めなさい。そんなことはなりません。星子に決める権利はありません。お前が決めるんだ。お前ならできる。でもじゃあ爵位はどうなるの？宝物の間の鍵は？財産分与はどうするの？鍵はどこだ？言え！その手を離しなさい！お前には分かっているはずだ。分かってるってどういうこと？ねえ、付けの薬を打ちます。男爵は何か伝えたいようだ。せめて最後の言葉だけでも。もう遅いわ。手遅れだったようですな。男爵様。待ってください先生。今日はメガネを忘れですか？ああ、そういえば忘れておりました。奇妙なことがあるものですね。老眼鏡がないと点滴もできなかった先生が今日は必要なかったなんて。あっ！
何してるんだよあんた。警部、あいつは二重面相です。二重面相。何？さすがだな明智。だが私はまだ諦めたわけではない。明日は必ずいただくよ。待て待て。どこ行っちゃったんだよ。ケツさんか。二重面相は？ああ、逃げられました。中秋の名月は明日ですが、事前に情報収集していたんでしょう。二重面相がこれで諦めるはずがありません。明日また必ず現れるはずです。おやすみなさい。とは幼なじみなんです。いつも明日の名前で呼ぶのに急にお嬢様だなんて呼ぶからおかしくて。家族制度では男爵になれるのはその家の男子だけです。でも事故はもう15年も前のことですよね。はい、病院での診察以外はずっと屋敷にこもりきりでした。お父様はシャレ者で、よく私も一緒に仕立て屋さんに連れて行ってもらいました。事件の直前まで新しい背広を新調していたそうです。お前が決めるんだ。お前ならできる。そういうことか。忙しいこんなことやっとる場合かね。今日は二重面相が予告した日なんだぞ。それは明智さんに任せとけば大丈夫ですよ。食事にでもと思ったんだけど、こんな状況じゃ。これ結構です。え、私はそのようなものを受け取れる人間ではありません。一平男爵はずっと家にこもりきりだったそうですね。病院であなたに診察を受ける時以外はお屋敷を出ようとしなかった。でも逆にどうして病院だけには
わざわざ出向いたんでしょう。あなたに自宅に来てもらって診察してもらうこともできたはずです。おそらく男爵は病院だけには直接出向きたい理由があったんです。新調した背広できちんと身なりを整えて愛する人に会うためです。何？今日は一日私から離れないようにしてください。二重面相は男爵が全てをあなたに託したところを見ていました。当然あなたが宝物の間の鍵を持っていると考えているはずです。宝物の間に金の如来像はありません。え？確証があるわけではありません。ですが父は以前宝物の間なんてわざわざ宝がありますと宣言しているようなものだって言ってました。他に心当たりが？私ならわかると父は言っていました。だとしたら思い当たる場所は一つしかありません。明智さんは村に伝わる歌をご存知ですか？歌？明智さん、ゆくは今どこに？さあ、ゆきよさん、一平君いませんでした？さっき拓蔵さんたちと一緒に裏山の方へ行きましたけど。拓蔵さんと？金田一さん、一平に何かあったんですか？いえ。金田一さん。何でしょう？村人たちです。奥様、男爵様に会わせてください。お願いします。そうだ、男爵様に最後のお別れをさせてください。お姉様、会わせてあげましょうよ。今日が二重面相の予告の日なんですよね？ええ、それはそうですか。は折れぬ風のままに来ればよい。この歌は前にも言ったでしょう。龍城家の歌です。ああ、そうでした。先ほど言っていたのはこの歌のことだったんですね。はい。お父様はいつもこの歌を歌ってくれた。これこそが龍城家の宝だって。私たちが守るべきは地位や財宝じゃなくあの村人たちじゃないでしょうか。拓蔵さんが心配です。急ぎましょう。龍城家の宝。先生からの伝言でしたか？ええ。おはよう。ご機嫌はいかがかな？君の面推理に期待する。暗号文です。解読します。おい、どんだけ遠いんだ金山は。よすぐすぐって言ったのかよ。お前そんなもん持って何のつもりだよ。やめろ、お前なめんじゃねえぞ。お前なんかいつでもクビにできんだからな。
やめろ一平君。おい、拓蔵さん待ってください。こんな家にいられっか。縁談は白紙だ。先ほど一平君が犯行を自供しました。どういうことなの。カズマさんと夏彦さんを殺害したのは一平君に間違いありません。ところで寸吉さんは。主人が亡くなってからそばを離れようとしなくって。そうですか。これから事件の話をしますが、その前に男爵暗殺未遂事件について説明しなくてはなりません。この事件を起こしたのは奥様と一馬さんですよね。まさか。男爵はこの家を一平君に継承しようとしていました。え、一平が継承。はい、実は一平君こそがこの龍城家の正当な跡取りだったんです。そうですよね。一平は亡くなった夫と折口先生との間にできた子です。一平は私と男爵の間にできた子です。男爵は認知をしてくれましたけど、龍城家の跡取りはろくな目に合わないっておっしゃって、孫吉さんに無理を言って密かに育ててもらうことにしたんです。でもあなたはそれでよかったんですか。もちろん私は息子を引き取りたかった。でもそんなことしたらすぐに奥様に感づかれてしまい、逆に会いにくくなると男爵がおっしゃって、男爵は検診に必ず一平を連れてきてくれました。そこで元気な顔が見られるから私は十分でした。男爵は一平君が二十歳になったら全てを公にして彼を後継者にしようと決めていたそうです。だから娘さんたちもみんなお嫁に出して養子も取らなかったんです。一平君の誕生日は今日ですが、男爵も奥様にだけは早めに打ち明けたんでしょう。上海にいた星子さんに手紙を出そうとしていたのもその話を直接したかったからです。しかし愛人の子に当主を明け渡すことなど奥様が受け入れられるはずもありません。そこで奥様は一馬さんと養子縁組をして当主になる資格を与え、一平君の秘密が公になる前に男爵を殺害しようとしました。そんな。男爵様、男爵様。折口先生の応急処置で男爵は一命を取り留めました。意識が戻って真実を話されたらまずいと考えた奥様は男爵を自宅に戻し自分の監視下に置いたんです。でも
うちの夫が協力したという証拠は？カズマさんは事件の数日前に殺素剤を製造する工場を訪れてます。おそらくそこで暗殺に使用したヒ素を盗み出したんでしょう。そしてそれを折口先生の処方した薬に混ぜたんです。カズマさんは一平君の案内でその工場を訪れてます。それもあって一平君はカズマさんこそが男爵の暗殺犯だと思い込んだんです。それでカズマさんも？一平君は男爵の復讐を試みました。カズマさんがしたのと同じようにヒ素を使って。果物をお持ちしました。床に争ったような形跡が残っていたのは一馬さんがヒ素を飲み苦しみもがいていたためでしょう。そして一平君は自殺に見せかけるために遺体を車に乗せ村外れまで運びました。よくよく考えれば遺体をあそこまで運ぶことができたのは彼しかいませんでした。車を使えばたった一人でも遺体を釣り上げることは可能です。そして一平君はそしらぬ顔で我々を駅に迎えに行ったんです。でもどうして折口先生はずっと黙秘を？先生は奥様が犯人であることに気づいていたんでしょう。しかし本当のことを言ってしまうと今度は息子の一平君の身に危険が及ぶかもしれないと思ったんです。次の夏彦さんの殺害は星子さんと拓蔵さんの結婚を阻止するためです。お承知の通り狙われていたのは拓蔵さんでしたが不幸にも最初に銃を使ってしまったのが夏彦さんだったんです。あの結婚話は確かに強引だったかもしれないけど、でもどうしてそこまで？星子さん、あなたと一平君はただの幼馴染じゃなかったんじゃないですか？少なくともあなたは彼に惹かれ将来を共にしようと決めていた。そんなあなたの気持ちに男爵も気づいていたのでは？その証拠に男爵はあなたに全てを任せると言いました。つまりそれはあなたなら必ず一平君を夫に選ぶこと、男爵はご存知だったんです。そんなあなたの気持ちに
一平君も気づいていたはずです。そこで最愛の女性を守るため彼は何も愛人のこと、もらいごみ、この家を渡すなんてそんなことできるはずがないじゃないの。ではご自分の犯行をお認めになるんですね。そういえば二十面相はまだ現れませんな。確かに。あれ、明智さんは？え？この歌は前にも言ったでしょう、龍城家の歌です。ああそうでした。二十面相がこれで諦めるはずがありません。明日また必ず現れるはずです。まさか。あの、明智さんがここに来ませんでしたか。いえ。ちょっと金田一君、明智先生が二十面相ってどういうことなんだよ。だから二十面相が変装してたんですよ。はい、奴はニュライズの場所に気づいたんです。だから姿消しちゃったんですよ。必ずここに来ると思うんだけどな。ここには来ないよ。どういうことですか。風は吹けども柳は折れぬ、風のままに掘ればよい。え、風のままに掘ればよい。
そこに如来像はないよ。残念だったな、二重面相。どうやら金の如来像っていうのはただの噂だったようだ。バカな。龍城家の当主たちが必死に隠し守ってきたのはその古ぼけた石像だ。貴様が隠したのか。事実を言ったまでだよ。そんなもの向けても君が人殺しをしないことは有名な話だぜ。金の如来像のためなら話は別だ。やめろ、如来像はなかったんだ。それでいいだろう。そうはいくか。明智さん、先生は銃なんて使いませんよ。捕まえました、二重面相。金田さん、私は本物の明智です。金田さん、私が明智です。奴が二重面相です。私が本物の明智だ。どっちなんですか。少年、あんた助手だろうが。いや、でもどちらも先生に。私が明智です。私が明智です。うわ、どうすりゃいいんだ。僕の好物は？は？どうぞ。羊羹。こいつです。待て！待て！
鬼が三蔵二十面相。お願いします。待たせたね。こんなところで一体何をなさるおつもりですか。もう少しお待ちください。一平、星子ちゃん。一平君、現行犯で逮捕されましたよね。どうして釈放。明智先生、もう私も何が何だかさっぱりですわ。お待たせしました。ご説明しましょう。皆さんにお越しいただいたのは、この場所にこそ流浄家の秘密が隠されているからなんです。ただ説明の前にお断りしておかなければならないのは、私の失態についてです。明日は必ずいただくよ。待て。二重面相を裏山まで追いかけていった際に、逆に私は奴に捕らえられてしまったんです。坑道にある道具小屋に閉じ込められ、私に変装した二重面相が流浄家に戻っていきました。そこで私は東京にいる助手に助けを求めました。怪人に捕まる。ここ小屋、道具、金山。西75度、南15度、北東79度。あら、大変。それでどうにか脱出できたというわけです。私はすぐには流浄家に戻らず、坑道の中を散策してみました。風は吹けども、柳は俺に。風のままに掘ればよい。この村に伝わっているこのわらべ歌は、流浄家のことを歌っているんです。その歌の通り、風のままに歩いてきたらこの場所を見つけたんです。昔こんなことを聞いたことがあります。金鉱山で働く坑夫たちの中には、幕府から逃れた隠れキリシタンが多かったって。キリシタンは？鉱山は身を隠しやすかったんでしょう。その祠にある古い石像はマリア像ではないですか。金山の持ち主だった流浄家は密かに彼らを支援し、自らもキリシタンに改宗していたんでしょう。ろうそくが示す通り、おそらくこの場所では定期的にミサが行われていたんです。つまりここは村の教会のような場所だったんです。そんな。その推理を裏付けるのが流浄家の家紋です。家紋？私の記憶が正しければ、流浄家の本来の家紋はしだれ柳だったはずです。しかしいつの間にかあの家紋に変わり、しかも村の至る所に刻まれている。ここに来てようやくその理由が分かりましたよ。あれは家紋ではなく、村人たちのための十字架だったんです。十字架？禁教はもうとうの昔に解かれているはずなのに、なぜ未だに隠し続けているのか。貴族になった手前、本当のことを言い出せなくなってしまったのか。あるいはあの激しい弾圧や差別がまたいつ始まるのかと恐れていたからか。神社を建て、表面上は普通の村を装ってはいますが、宮司もいない神社は荒れ放題です。この村はきっと何かを隠しているに違いない。転入者もほとんどいないような閉鎖的な村ですし、常に周囲からは疑われていたはずです。そこで金の如来像を所有しているということにして、あたかも自分たちが仏教徒であるかのように装っていたんです。金の如来像ってこの石像のこと？
そうだったのか。いやー、私も村に来た時から変だと思ってたんですよ。みんなやけにとっつきにくいし、誰も如来像を見た人がいないんでね。いやー、さすが明智先生だ。金田一君とは説得力が違う。いや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 、ちょっと待ってくださいよ。肝心な殺人事件のどうなってるんですか。失礼、前置きが長くなりました。殺人事件のあらましは金田一さんの推理通りでしょう。ことの発端は夫人と一馬さんとが男爵に毒を持ったことです。ほら、しかし一馬さんと夏彦さんを殺害したのは一平君じゃない。はい、そうだよね。 いえ僕がやりました。ほら、でも誰にも見られずに遺体を運び出し、あんな目立つ場所に吊り上げるなんて不可能だ。いや、だからそれはですね。一平君、君はお父さんをかばっているんだよね。は？犯人は君じゃなくお父さんの寸吉さんだ。いや、一平君できないことをどうして寸吉さんができるんですか。おそらく村の人たちに頼んだんです。え？あの日村の人間たちがひっきりなしに男爵の見舞いに訪れていました。その中で誰にも見られずに遺体を運び出す方法は一つしかありません。その見舞いに来ていた村人たちに運び出してもらうんです。はあ、ついにやっちまったんだな。これも男爵様のためだ。そうだ、俺たちが守らないで誰が男爵様を守るんだ。あとは頼んだぞ。村の人たちは見舞いの喧騒に紛れて遺体を外に運び出し、せーの、そして皆さんで遺体を吊り上げたんです。村人が来るじゃ目撃者がいるはずがない。彼らにとって男爵は神父のような存在でした。その男爵を殺害しようとした者を彼らも許せるはずがありません。だからあのような目立つ場所に見せしめのように吊るし上げたんです。つまり村人たちは一丸となって自分たちの信仰を守ったんです。そんな、寸吉さんは男で一つで男爵に代わって龍城家の跡取りを育ててきました。一平君が後継者となり、そして村を治めていってくれることだけが寸吉さんの願いだったのでしょう。猟銃に鉛を仕込んだのも寸吉さんです。銃の後継に合う鉛など簡単には調達できません。かつて金山の精錬所で働いていた寸吉さんだからこそできたことです。じゃあだったら一平君が拓蔵さんを殺そうとしたのは、あれは現行犯でしたけど。それは一平君が寸吉さんが犯人だと気づいてしまったからです。一平君はお父さんに容疑が向かないようにわざと拓蔵さんを襲ってみせたんです。え？父を問い詰めたんです。どうなんだよ、あんな鉛仕込めるのは父さんしかいないだろう。この村のためだ。え？この20年お前を当主にするために必死に育ててきた。あんな金に目がくらんだ奴らにこの村渡せるか。僕が当主？どういうこと？ねえ、どういうこと？父は答えてはくれませんでした。まさか男爵が僕の
寸吉さんは？多分まだ父と一緒に。待ってください。でも寸吉さんが逃げたら。二重面相がここにいることを教えてくれたのは寸吉さんです。もう逃げたりしませんよ。お別れのミサを。もうみんな捕まる覚悟はできてます。宝物の間の鍵でございます。あなたが二十歳になったら渡すように男爵様からお預かりしてきました。父さん。待って、金の如来像は本当にあるの？そうよ、もしなかったらバカみたいじゃない。何のために当主たちの命が狙われてきたのか分かりゃしないわ。昔はこのマリア様を拝んでおったんです。ですが噂が広まって当主様たちの身に危険が迫ったためにここに隠したんです。もし村に何かあった時にまた迫害が始まって村人たちが危機に瀕したら、その時こそこのマリア様を使うようにと男爵様はおっしゃっておりました。でも一馬さんにしろ拓蔵さんにしろ村のことなど考えていない。あの人らがマリア様を手に入れたらすぐに売って金にしてしまうに決まっています。そんな人たちに当主を明け渡すわけにはいかないんです。マリア様は村人たちのために使わなければならないんです。
私が男爵様から引き継いだ全てです。どうかよろしくお願いいたします。そんな、僕は爵位も宗教もどうでもいいのに、僕はただ父さんの息子でいたかったのに。僕の父さんはあなただけです。僕にはこんな。当主様はあなたです。あなたが村を守るんです。金大さん、今回は本当にありがとうございました。二重面相を逮捕できたのも金大さんのおかげです。いや、前回同様頑張った実感が全くないんで。失礼します。明智さんが言われた通りのものが宝物の間にはありました。聖書。この度は本当にお世話になりました。私の代で爵位は返上して、これからは村人たちと共に生きていこうと思っています。そうですか。星子さんは村に。はい、当主のそばで陰ながら力になれたらと思っております。先生、そろそろ。ああ、車でお送りします。金田一さん、一つだけわからないことがあるんです。お父様はどうして実の娘でもない私に優しくしてくれたんでしょうか。すみません、こんなこと急に。いえ、おそらく男爵は星子さんが羨ましかったんじゃないでしょうか。え？先祖から受け継いだ信仰の秘密を抱えて男爵も苦しかったんでしょう。だからこそ星子さんや折口先生のように古い習慣と戦って女性でも自由に生きようとした人を応援したかったし、愛していたんです。男っていうのはそういうもんです。え？お元気で。
やった。明先生、さっき警視庁から電報が届きまして、二重面相が移送中に逃げおったそうです。またですか。だからあんなにあっさり捕まったんじゃないんですか。そうだ、金田さん、二重面相の逮捕にまた協力してもらえませんか。あなたがいれば。嫌です。もう冗談じゃないですよ。僕は本当は最初から最後まで自分一人で解決したいんですよ。なのにいつも横から首突っ込んで一番いいとこ全部持ってっちゃってさ、もう絶対嫌だ。金田さん、車に乗らないと列車に。ほっといてください。一人で帰りますから。